アガルタはアメリカ合衆国のジャズミュージシャン、マイルス・デイビスの2枚組ライブアルバム。アルバム録音時デイビスは48歳で、ジャズコミュニティの多くを遠ざける、一方、過激なエレクトリック・フュージョン・ミュージックで若いロックオーディエンスを引きつけていた。彼は様々なラインナップを試みた後、1973年に安定したライブバンドを結成し、 その後2年間、健康悪化による身体的苦痛と薬物乱用による感情的不安定にもかかわらず、精力的にツアーを行っていた。デイビスは3週間の日本ツアー中、2月1日に大阪フェスティバルホールで2回コンサートを行い、昼の公演が上がるた、夜の公演が翌年にパンゲアとしてリリースされた。このコンサートでデイビスはセプテットを率いていた。 サクソフォニストのソニー・フォーチュン、ベーシストのマイケル・ヘンダーソン、ギタリストのピート・コージーは、リズムセクション、ドラマーのアル・フォスター、ギタリストのレジー・ルーカス及びパーカッショニストのジェームズ、エム・トゥー・メ、カラのリフ、電子エフェクト、クロスビートとファンクグルーブの濃密な背景に対して、即興演奏を行うためのスペースを与えられた。デイビスは、手と頭のジェスチャー、 ワウワウを通したトランペットで演奏されたフレーズ、付随する電子オルガンからのドローンによってリズムと音楽の方向性をコントロールした。パフォーマンスの発展性は、それが構成上の基盤がないという広範な誤解を招くとともに、その暗く怒りに満ちた陰鬱な音楽性は、その時のミュージシャンの感情や精神的な状態の反映と見られていた。 アガルタは1975年8月最初に日本で CBS ソニーによりデイビスのさらなる健康悪化と疲労による一時的引退の直前にリリースされた。それはレコードレーベルの提案で伝説の地下都市にちなんで名付けられた。デイビスは日本のアーティスト横尾忠則に協力を求め東洋の地下神話やアフロフューチャリズムからインスピレーションを得た。 先進文明の都市景観を描いたアートワークがデザインされた。コロンビアレコードによる1976年の北米リリースには別のカバーが制作された。激しい議論を呼び起こしたレコード、アガルタはデイビスのジャズオーディエンスへのさらなる挑戦で、同時代の批評家によって後半に酷評された。評論家は音楽の不調和を見出し、 コージーのラウドなギターサウンドやデイビスの希薄なトランペット演奏に不満を訴えた。それは後年積極的に再評価され若い世代のミュージシャンはバンドの耳障りな音楽やカタルシスを生む演奏。とりわけコージーのエフェクター満載のフリーインプロビゼーションの影響を受けた。アガルタは重要なジャズロックレコード、劇的でダイナミックなグループパフォーマンス。 そして1960年代後半から1970年代半ばにかけてのデイビスのエレクトリック機の頂点と考えられるようになった。マイルス・デイビス1970年代初頭、マイルス・デイビスは1950年代と1960年代に彼を知らしめたジャズミュージックとは根本的に異なる方向性を模索し続けていた。彼のキャリアにおいて、 このエレクトリック機の音楽は、ロック、ファンク、アフリカのリズム、新しい電子音楽技術、そしてエレクトリック楽器を演奏するミュージシャンの絶えず、変化するラインナップの実験を行っていた。デイビスは、芸能主義と非難する、ジャズシーンの古いオーディエンス、ミュージシャン、批評家を遠ざける一方、彼のフュージョンミュージックは、より過激で抽象的になり若いオーディエンスを引きつけた。 1972年のアルバム、オンザコーナーの後、スタジオでは散発的、偶発的にしか作業を行わず、ライブ演奏にさらに集中するようになり、1974年には1969年から1974年の間に作った音源を収録した、ビッグ、ファンとゲットアップウィズイットをリリースした。1973年までにデビスは、 バンドのラインナップの大部分、ベーシストのマイケル・ヘンダーソン、ギタリストのピート・コージーとレジー・ルーカス、ドラマーのアル・フォスター、パーカッショニストのジェームズ・エム・トゥーおよびサクソフォニストのデイブ・リーブマンからなるセプテッドを編成し、リーブマンが1974年にグループを去ると、ソニー・フォーチュンに交代した。コージー、ヘンダーソンとフォーチュンがソリストとして、 即興演奏を行うためのスペースを与えられる。一方、ルーカス、ホスターと M2 名はバンドのリズムセクションとして機能した。彼らのコンサート、しばしばロック会場とフェスティバルで演奏した、は、デイビスと彼のサイドマンに新しい音楽的アイディアと電子機器の活用方法を試す機会となった。デイビスは、カマジョを設定休による関節痛、 1972年の自動車事故でひどく痛めた足首、そして10年前に手術を受けた左伝部の骨粗しょう症が引き起こす激しい身体的苦痛や歩行困難に耐えながら2年間耐え間なくツアーを行った。とりわけトランペット演奏の際にしばしば息切れさせた高頭の生態結節も発症していた。痛みを紛らわすため鎮痛剤、コカイン、モルヒネによる 自己治療に、ますます依存するようになり、アルコールと気晴らしの薬物使用の併用は、感情の起伏を激しくし、傷つきやすさと敵意が交代した。1974年終わりのダウンビート氏による読者投票の不本意な結果は、デイビスの名声が低下したことを強調していた。中傷者や個人的トラブルにも同ぜず、厳しいツアーのスケジュールをこなしていた。 彼は鳥を見やる将軍のようだった。そこには堀があり、我々はその鳥に乗り込むつもりだった。後にヘンダーーソンは言った。それがバンドの姿勢だった。批評家の言うことなんぞ、クソくらいだ。人々は自分が好むものを好きになるだろうが、嫌いであっても尊重はするべきだ。自分がやることをする権利を尊重すべきだ。好まれようとそうされまいと。 我々はいずれにしろそれをやるということだ。アガルタが録音された大阪フェスティバルホール1975年48歳のデイビスは3週間の日本ツアーに乗り出し1月22日から2月8日まで大規模なホールで14のコンサートを行い大勢のオーディエンスと熱狂的な評判を得た。日本の批評家高田慶造はデューク・エリントンに自身のオーケストラがあったように デイビスは壮大でエネルギッシュなバンドを率いていると述べた。マイルスはマネージメントと隠れた才能を引き出す。まさに天才であるに違いない。ツアー中、デイビスは肺炎にかかり、出血性肺炎が悪化していたが、時には不意に股関節が外れることもあった。足の痛みのためにトランペットのボリュームとエフェクトペダルを操作することができず、パフォーマンス中に膝を下ろして、 手で押すことになった。痛みを和らげ、演奏を行うために、デイビスは、コデインとモルヒネを使用し、タバコを吸い、大量のハイネケンビールを飲んだ。2月1日に、大阪のフェスティバルホールで行ったように、何度か1日2回のコンサートを行うことができた。日本人は、非常に美しかったとヘンダーソンはコンサートを思い起こした。スーツとネクタイでやってきたんだ。 で、我々は100万台のアンプで連中を吹っ飛ばし続けた。演奏は、デイビスの15年来のプロデューサー、テオ・マセロの監督のもと、日本の CBS ソニーレーベルによって録音された。後に、ミュージシャン氏に、日本人は特にスペーシーなものを残すことを私に望んでいたと語ったように、マセロは以前のエレクトリックアルバムとは異なり、録音に、 編集や継ぎはぎを行うことを避けた。これらは2つの2枚組アルバムとしてリリースされた。アガルタは昼のコンサートを収め1975年8月最初に日本で、その後1976年に北米でリリースされた。夜の公演は1976年に日本でパンゲアとして出された。ソニー・ホー・チュンのアガルタにおけるソロは、 恐るべき、リズムの密度を浮かび上がらせ、指摘幻想にさまよう、長く優雅なブレイクを入れると、ミケル・ギルモアに表現された。昼のコンサートの2つのセットの最初に、デイビスのセプテットは、タートゥー、アガルタへのプレデュード、および、メイシャを演奏し、アガルタの1枚目の音楽ディスクを構成した。ライトオフ、イーフェ、および、ウィーリーの2つ目のセットのパフォーマンスが2枚目のディスクを、 締め、ライトオフとイーフェの間のパートでは、ヘンダーソンがオスティナーとし始めた後、バンドは41秒の間、ソーホアットに基づくパッセージで即興演奏を行った。曲はメドレーで演奏され、レコードではアガルタへのプレリュードやインタールードといった一般的なトラックタイトルが付けられた。デイビスは批評家や、その他のリスナーが、 しばしば抽象的な楽曲分析に端撃して音楽の本質的な意味を見落としたと感じていたので1970年代のその他のライブのリリース同様個々の楽曲をトラックリストに明示するのを拒否した。私は何もしない。それは説明を必要としない。デイビスは後にレナード・フェザーに語った。音楽学者はデイビスの研究者エンリコ・マーリンが 不号化フレーズと呼んだものを調べることで曲を識別することができた。デイビスはトランペットやオルガンで一つのセグメントの終わりを示し、次のセクションに向かって演奏した。彼は1959年にフラメンコスケッチの録音で、そのようなキューと転調を最初に使用したとマーリンは述べた。アガルタに収められた曲はグループの典型的なセットリストの一部だったが、 それぞれのパフォーマンスはコンサートからコンサートでほとんど見分けがつかないほど変化することがあった。これはトラック名とともに音楽がほとんどあるいは完全に即興演奏であり不統一であるという広範な誤解をもたらした。ルーカスはこのバンドが非常に明確な構成上の基盤で各パフォーマンスを開始し高度に構造化されていながら 非常に自由な方法でそれを発展させたと説明した。ライトオフセグメントはオリジナルの録音の E フラットのリフから即興演奏された。デイビスはバンドに曲の中で数分間、各メンバーが異なる表紙記号で演奏しながら単一のコード周りで変装する演奏をさせた。ホスターがコモンタイム、M 等目が複合2拍子や7拍子である一方、 ギタリストは全く別のテンポでコンピングしている可能性があった。そいつが我々がこのワンコードでやったややこしいことだとデービスは言った。ルーカスの観点から見るとこのような構造化された即興演奏はリズムセクションとの間に重要な相互作用をもたらしバンドに我々が一緒に進めている間曲全体で即興演奏することソロで演奏されていた。 単なるノートより、はるかに多く即興演奏することを可能にした。アガルタは、セプテットを披露した他の二つのアルバム、パンエアやダークメイガスのように、アミリバラカがデイビスのミニマリズムに対する神話性と表現したことを明らかにした。彼は、ソリストが終始即興演奏を行うための背景として、リフ、クロスリズムとファンクグルーブを選び、戦略的、 火星的な慣例を放棄した。デイビスは彼のキャリアを通して抑制された楽曲を好んだが、1970年代中頃はアフロセントリックな政治に触発された、よりディープなリズムへの系統を示した。エムトゥメトコージーがバンドに加わると、ライブの音楽は、そのヨーロッパ的感覚の大部分を失い、個々のソロよりも、 リズムとドラムスを強調したディープなアフリカもの、ディープなアフリカ系アメリカ人のグルーヴに定着したとデイビスは言った。しかしながら彼はメロディーを完全に拒否したわけではなかった。我々はアフリカにいるのでも単なるちゃんと演奏するのでもない。我々がすることにはいくらかの理屈がある。サイモン・デイノルズはアガルタをジャズロックのレコードに分類し、この音楽は ロックの三つの最も過激な側面、すなわち空間、音色、グルーブの劇的な強化を提示したとワイヤーに書いた。マーサ・ベールズの見解では、ジャズからはフリーインプロビゼーションの要素のみが、そしてロックからはエレクトロニクスと自出血させる音量の使用においてのみが引き出された。また、このアルバムはデイビスのアバンギャルドな衝動やアンビエントサウンドの探求も披露している。 クレック・テイトによれば、セプテットは、アバンギャルド・ミュージックの、反民族的な網を作り出した。一方、スプニック・ミューザックのエルナン・エム・キャンベルは、特にレコードの後半において、プログレッシブなアンビエンスを探求しているといい、ジョのフィル・アレクサンダーは、アガルタを、アンビエントながら激烈、戦略的ながら間発なことの両方を特徴づけ、カール・ハインツ・シュトックハウゼンの電子実験を示唆した。 アガルタへのプレリュード過去のパフォーマンスよりも明確なリフト調整で演奏されたとジョン・スウェドは述べた。コンサートの間デイビスは頭や手の身振りによってバンド、特にリズムセクションにおよそ50の停止やブレークを指示した。これらの停止はパフォーマンスのテンションリリース構造における劇的な分岐点として用いられテンポの変更やバンドが静かなパッセージと 強烈なクライマックスを行き来することを可能にした。デイビスは、ヤマハのオルガンからドローンを打ち寄せるパフォーマンスも、サシュハサミ、ミケルギルモアが、音楽の気分を決定したと考えた、奇妙な、ほとんどひねくれた存在に到達した。ルーカスは言った。デイビスは、無調、ディソナントコード、そしてグループのファンクリズムに対応した、自身のビバップトランペット演奏など、 それまでのジャズ演奏のキャリアで発展させてきたダイナミクスへの感覚をしかしより強力なコントラストの装いで応用した。極端なテクスチャーと極端な音量はルーカスが説明した。コントラストのあるコードやリズム構造と同じように音楽の広がりの中の多くを占めた。完全なロックバンドのように装備され我々は文字通り壁を吹き飛ばした。タートゥーと アガルタへのプレリュードセグメントの間でテンポをシフトさせるためにデイビスは不協和で耳障りなオルガンの音恵を演奏することにより何度か突然セプテットを停止させて開始させコージーに奇抜でサイケデリックな音恵やエフェクトを発生させるためのスペースを与えたコージーが初めてデイビスのバンドに加わった時タートゥーの主要テーマはより遅いテンポで演奏されていたが 彼らの成長につれ、とりわけ、日本ツアーの頃には、より早く演奏していた。コージーは、デイビスが演奏によって、ソリストに、思考やアイデアを伝える才能があると評した。ピート・コージーはコンサートを通して、即興演奏のエフェクターとして、EMS 紳士 A を使用した。時折音楽のリズムの方向性は、繰り返しうなりを上げ、きしみを立てるサウンドなど、 高密度に折りをナスパーカッシブで電子的なエフェクトに埋め尽くされ中断された。コージーはリングモジュレーターと EMS シンシ A でギターを動かし、これらのサウンドを作り出した。後者の機器はノブとボタンを備えた初期のシンセサイザーでキーボードはなく正確なピッチというよりは抽象的なノイズとメロディーを生み出すのに有益だった。彼はそれぞれのパフォーマンス中、 特定のサウンドスケープ、宇宙にいるのか、水中にいるのか、アフリカ人のグループが演奏しているのかといった、全く異なるサウンドスケープを提示するために、それを使用した。ステージ上には、ムビラ、クラベス、アゴゴベル、その他のいくつかのハンドパーカッション楽器が用意された、テーブルもあり、異なった停止やブレークを指示するために、演奏したりマレットで叩いたりした。まるで、 ボクシングの戦いでもするみたいにぶったたいた。とコージーは思い起こした。彼のシンセサイザーは時にイーフェセグメントのように M 投目がドラムマシンから生成することができた実験的なサウンドと相互作用した。デイビスは日本ツアーのスポンサーであるヤマハから受け取った楽器を M 投目に渡し、それでできることを見てくれと伝えた。M 投目は リズムを作り出すというより、いくつかの異なるペダルや、ム、トロンバイフェーズのようなフェーズシフターを使って、ドラムマシンを処理し、彼が言うところのトータルタペストリーなサウンドを作り出した。我々のコンサートの開始は信じられないほど圧縮された風船のようだった。その後は空気を徐々に逃がすということだった。そのレベルで演奏するのに用したエネルギーは、途方もないものだった。 演奏を終えた後倒れることもあった。我々はコンサートの前にこのエネルギーを充填した。お互いを見て壁を突き抜けようと言った。それが我々のスローガンだった。それは身体的にできる限りのことをすることを意味した。そうした集中とエネルギーのレベルを2から3時間保つことで壁を突き抜けた。ジェームズ・ M ・トゥメ・デイビスの以前の録音とは異なり、 アガルタの全体を通してカデンツァは、そのほとんどがフォーチュンとコージーによって演奏された。フォーチュンは、ソプラノとアルトのサクソフォンとフルートを持ち替え、ギルモアが、史上の愛機のジョンコルトレーンに追うところが非常に多いと考えた、内容と構成で演奏した。彼は、レコード2枚目の、推進的なセグメントの火を開く、ライトオフで最長のアルトサクソフォンソロを演奏し、 ギルモアは夢で列車に乗って飛んでいるような魅惑的で幻想的な夢の中の一瞬で過ぎ去る窓の風景と述べた。コージーはギルド S-100 エレクトリックギターを演奏し、アガルタの即興演奏では半音階、不協和音、フィードバックを重視した。彼はギターサウンドを歪めるためのファズボックスやソロの間使用したり、 よりメロウなトーンで演奏するときの二つの異なるワウペダルなどパーカッション楽器のテーブルの下に設置されたいくつかのエフェクトペダルを交互に使用した。コージーはしばしばギター弦をフレットボード上の違う位置に貼り、スタンダードチューニングでは決して演奏しなかった。少なくとも36の異なるチューニングシステムを用い、それぞれが彼の演奏スタイルとサウンドを変化させた。 プレミアギターからツビグルキンによれば、彼の実験的なギター演奏はブルースに根差していたが、とりわけフィードバックのコントロールにおいて、攻撃的で、通列ながら、どこか、抑制的なフレージングセンスを示した。デイビスはコージーに、エレクトリックブルースとジミ・ヘンドリックスのサウンドから、音楽をしつらえるよう求めた。ディストーションの使用や、E フラットチューニングをコージーは共有した。 チャールズ・シャー・マリーによれば、彼はこのギタリストになり響くフリージャズの影響を受けた。ソロを想起させ、一方、ルーカスは、ヘンドリックスのより叙情的なリズムブルース曲のように演奏した。アガルタで、コージーのギターは、左チャンネル、ルーカスは右に分離された。ジャズ学者のスチュアート・ニコルソンは、デイビスは、彼のギタリストを、ヘンドリックスが、自分の音楽で探求した。 ハーモニックディストーションの波を実現するのにあたり活用したと書いた。マリーの考えではこのアルバムはデイビスへの彼の影響を他のレコードよりも明瞭に訴えており、ニコルソンは彼らが一緒に録音したかもしれない音楽への近似値に最も近いと評した。デイビスはトランペットで簡潔で表現力豊かなソロから悲観賞的な嘆きに向かった。それは 彼がまだ1970年のヘンドリックスの死を傷んでいたことを示唆しているとマレーは推測した。その年デイビスはヘンドリックスがギターで達成したレジスターの向こうを張ってトランペットにはウペダルをつけて演奏し始めていた。コンサートの時までにデイビスはフィリップ・フリーマンがアガルタで聴かれる新しいトーン、揺れ動き、かすかに光るサウンドのリボンと表現したものを開発していた。 彼のワウワウ処理されたソロは、しばしば狂おしくかつメランコリックに聞こえ、むき出しの痛みのねじれた流れのようだった。インタールード・ジャック・ジョンソンのテーマ、リチャード・クックによれば、デイビスのウィーリー・セグメントからの最後のトランペットパッセージは、アガルタの暗い音楽の多くの解釈を彩った、倦怠感さえ漂わせる暗闇の感覚の典型だった。コンサートを通して、 デイビスのトランペット演奏は気迫で、しばしばリズムセクションに追い隠されて聞こえた。彼のアガルタにおける存在は、ジョン・スーエドが音楽家の晩年の作品の感覚と佇まい、創作者の死に先立つ自我のない音楽と呼んだことを反映していた。テオドール・アドルノのルートビヒ版・ン・ベートーベンの後期作品の解説を引用してスーエドは述べた。作品への音楽家の不在は、 死すべき運命に従うということである。あたかもマイルスが過去30年間に立ち会った恐怖と喜び両方のすべてを証言しているかのようだった。ルーカスのこの公演、最初で唯一のソロがイーフェセグメントを盛り上げた後、デイビスはいくつかのオルガンコード、最高潮に達するコージーの最後のソロ、そしてポール・ティンゲンが素朴で内政的と、 特徴付けたデイビスのトランペットパッセージでウィーリーを披露した。彼によれば一般にライブ音楽の公演は最後のクライマックスに到達する方向で展開するがデイビスのコンサートはしばしばエントロピーの中へと溶解した。アガルタにおいてはティンゲンは言った。ウィーリーのエネルギーのかけらがレコードのフェードアウトへとゆっくりと消え去ることで深い悲しみが音楽の上を追った。 日本の CD エディションでは9分以上の有限なフィードバック、パーカッションとシンセサイザーのサウンドで終了した。ティンゲンは2番目のコンサートの時までにバンドのエネルギーレベルは大幅に低下しており、デイビスは特に不在に聞こえると書いた。M 投目は彼はその晩具合が悪くなりエネルギーの違いを聞くことができると思い起こした。 アガルタのタイトルは地下のユートピア都市を引き合いに CBS ソニーによって提案された。この街の伝説は地球空洞説についての様々な東洋版の中の一つでもともと古代の上位文化が地表に存在していたが何らかの政治的あるいは地質学的危機のために地下へ逃れることを強いられたと唱えていた。神話はこの都市を神の力の源として描写し、 その住民が大変動の出来事の後、物質主義と破壊的テクノロジーから地球を救う、非常に精神的で高度な存在と主張した。エチオピアの支配者によって統治された土地として、19世紀のフランス人思想家、ルイジャコリオによって最初に考案され、後にアレクサンドル・サンティーブ・ダルベードルはそれを、天空の単一な光彩等とによる放射で、 人種すべての目に見える区別を書き消し、視覚と聴覚の通常概念から一位に取り除くと表現した。アルバムのアートワークは日本のアーティスト横尾忠則によってデザインされたもので、彼はフェスティバルホールのコンサートの1年前にアガルタとシャンバラの神話的王国をテーマとしたシルクスクリーン版画を制作していた。彼によるガルロス・サンタナの百七十四年のアルバム ロータスの伝説のアートワークはそのようなテーマを扱っていた。1970年代の初め、横尾は日本での人気の高まりから距離を置いて米国へ移り、そこで彼の作品のより多くを出版することができた。日本への帰国後、彼の作品を目にしたデイビスからアガルタのレコードのカバー制作を求める電話を受けた。カバーをデザインするにあたり、横尾は コンサートの準備テープを聞いて瞑想し、レイモンド・バーナードの1969年に出版された地球空洞説を読んで熟考した。バーナードは地球の中心にある巨大な洞窟に街が存在していると書いていたが、アガルタはアトランティスのように海の下に沈んでいるか、失われた街エルドラドのようにジャングルに隠されてさえいるかもしれないと考えたと横は言った。 彼はまた他の東洋の地下神話やアフロフューチャーリズムの要素をデザインに取り入れた。結局アルバムのパッケージを目にした批評家は代わりに当時人気の幻覚剤にインスパイアされたと考えた。フロントカバーはマテンローの巨大な景色とアガルタの力の表現として都市景観から立ち上がる赤く強烈な太陽の光のような炎で先進文明を描いた。 横尾は以前の作品と同様のコラージュ、エアブラシ、絵画のテクニックに加え、タヒチやニューヨークへの旅行で集めた絵葉書を組み合わせて使用した。フロントカバーの街並みは彼の絵葉書の一枚から取られた。バックカバーは水に沈みサンゴ礁にはめ込まれた都市と都市から上がってたうダイバー、魚、以下を表現した。グラフィックデザイナーのストームソーガソンと オーブリー・パウエルによれば、旅行は、アガルタとアトランティスの関係を示唆するために、クラゲ、サンゴショウ、鮮やかな色の魚の群れを描いた。バックカバーのイラストの全景は、爬虫類の生き物が描かれていた。文化研究の研究者ダグマー・バックウォルドはこの、イメージを、本土が大洪水によって破壊された後、地表下へ逃れることを強いられた高度な文明が、存在したという、 地球の戦士時代の神話の大陸レムリアについての同様のアイデアの引誘と解釈した。バックカバーには、アガルタの髪型からのスポットライトの中を上昇、加工いずれかを行う UFO も表現された。アルバム内側のパッケージには、街の入り口と秘密のトンネルを守るアガルタスーパーマン、なる翼のある超人のイメージが描かれていた。オリジナル LP の見開きスリーブの記載は、 UFO とアガルタ・スーパーマンとの関係を説明した。歴史上の様々な時代の間、アガルタのスーパーマンは平和に共存することや、戦争、大災害や破壊から我々を救う方法を人類に教えるために地表にやってきた。広島爆撃直後のいくつかの空飛ぶ円盤の明白な目撃例は、ある訪問を意味するかもしれない。アガルタの1976年の北米リリースは、 アートワークが異なっており、デイビスの米国レーベル、コロンビアレコードのアートディレクター、ジョンバーグによってデザインされた。そのライナーのオーツの記載は、レコードを可能な限り大きな音量で聴くことを求めており、また、デイビスには、編曲がクレジットされていた。リリース後、マセロは、コロンビアの経理部門から、編曲につき2500ドルの報酬を受け取るデイビスに、 ついて苦情を受けた。その主張によれば音楽のどれもが編曲されているようには聞こえないというのだった。アガルタは当初批評家に酷評され、1970年代のデイビスの2枚組アルバムで最も後半に批判された。ストレンジャーのデイブ・シーガルによれば、これまでで最も議論を呼ぶレコードの一つで、1975年のルー・リードのアルバム、 メタルマシンミュージック同様、批評家とアーティストのコアオーディエンスの両方への非常な挑戦だった。ニューヨークタイムズのロバート・パーマーは、長時間にわたる、ずさんなワンコードジャム、尻滅裂なサウンド、そして、火の打ちどころのない日本のエンジニアリングで明らかに、された、陳腐な品質によって台無しになった、と書いた。彼は、デエビスのワウペダルの使用が、 フレーズノートに対する彼の才能を妨げており、セプテットは、ロックの基準では、粗末に聞こえ、特に、コージーの過剰増幅された、創造しい機械工場のような騒音と、合音ギターは、ルーカスを、バックグラウンドのリフへと追いやった、と不満を述べた。ジャズフォーラムの批評家、アンジェイとシャコフスキは、フォーチュンはしばしば完璧なソロを見せながら、デイビス、ルーカス、コージーのギターや、 シンセサイザーエフェクターのパフォーマンスに無意味な荒々しさを見出して非難するこのレコードで唯一のジャズミュージシャンのように見えたと述べた。トシャコフスキの見解では個々のセグメントは全体としてまとまっておらず、ウィット、ハーモニー、テイストに欠けていたというギタリストの陳ンプなロックの表現法でさらに妨げられた。デイビスの電気作家、ヤンハーはトランペットがくたびれて、 力投げでバンドの激しいリズムと一本調子にノイジーなギターには場違いに感じられ全体に音楽が過剰なリズムと不十分な構成という意味で非西洋的すぎるとした。ビレッジボイスではゲイリー・ギディンズが生き通り否定的なアガルタのレビューを書きデイビスを誠に投げかわしいレコードで彼の音楽的存在を主張することに失敗したと非難した。 それが出版されると数日後、大きな綿棒と工業用の金たわしで、一杯の小包みに、次回マイルス・デイビスをレビューするなら頭を、すっかり掃除しなと読めるカードが届けられた。ギディンズはメッセージを却下したのだが、そのドラマ、絶え間ない緊張、そして、キャリア最高と認めたフォーチュンとコージーの演奏の要素を再評価し、アガルタをデイビスのエレクトリック機で最も好むアルバムの一つと、 するようになった。その音楽は魔法使い自身の務めを反映し損なうことは一瞬たりともないとギディンズは後に述べた。ボストングローブからネイサンコブは1976年にレコードに好意的な評論を行い、それを極めて広大なリズムの基盤、そして電子ジャズロックの道の推移を通じて他をリードするデイビスによる70年代のある 主の火災旋風と呼んだ。ダウンビートではギルモアが述べた。バンドはサイド1と3の猛烈なスピードのセグメントで最高のパフォーマンスを行った。そこでのコージーの凶暴な即興演奏はデイビスの悲しげなトランペットの演奏で補われた感のあるより遅いパッセージでは不足していた驚くほどエモーショナルな次元を達成した。レスターバングスはアガルタを 断定的に評価するのは難しすぎたものの、当時リリースされたほとんどの他の音楽よりも魅力的であることを見出した。彼は、ホノグラフレコードで、デイビスの新しい音楽は、かつての明るい、エモーショナルな才能が、強大な、おそらく耐え難い苦しみで打ち砕かれた彼の心の産物だったが、それを乗り越えた魂は決して破壊されることなく、興味深いことに、自身の、 暗い寒さの中でユニークにより明るく輝くばかりで残るのはただの宇宙だけであると書いた。2008年プラハのアガルタジャズセントラムにおけるチェコのジャズグループ。会場はこのアルバムにちなんで名付けられた。コンサート自体は大阪のオーディエンスから熱狂的に受け入れられた。彼らが何をするつもりかわからなかった。ヘンダーソンは思い起こした。彼らは我々に コンサートとほぼ同じ長さのスタンディングオベーションを与えたんだ。日本から帰国したデイビスは再び体調を崩し、3ヶ月間入院した。彼はバンドとさらにいくつかの公演やスタジオセッションを行ったが、健康は悪化した。1975年9月5日のセントラルパークでの彼らの最後の公演は、デイビスが痛みを訴え始めて、ステージを離れ、突然終了した。 彼は、まもなく、身体的、精神的、創造的な疲労を上げて引退し、その後数年間を陰遁者として暮らし、うつ病の発作や、さらなる治療にしばしば苦しんだ。アガルタは、この時期に批評家によって、積極的に評価され、1980年には、デイビスは、音楽の録音に復帰した。1970年代に追求した、方向性を放棄し、 1991年の島で、はるかに戦慄的で、オーディエンスにとっつきやすいフュージョンのスタイルで演奏した。彼の死の翌日プラハのバーツラフ広場では、このアルバムに名を取った、アガルタジャズセントラムという小さなジャズクラブがオープンした。そこでは、夜ごとのパフォーマンスの招聘や、地元や国際的な出演者の演奏による年次フェスティバルを開催している。その年の1月、 アガルタはコロンビアによりサウンドとミックスの品質においてオリジナル LP より劣るとティンゲンがみなしたリマスターの CD で米国リーシューされた。後にソニーはスーパービットマッピングを使用してサウンドを改善したデイビスのリーシューキャンペーンやマスターサウンドシリーズの一部として再びリマスターを行った。このリマスターは2009年に初めて米国で 入手可能となった。それはソニーレガシーよりリリースされたボックスセットマイルス・デイビス・コンプリート・コロンビア・アルバム・コレクション全集の一部でアガルタはミニ LP、レプリカ・スリーブでリリースされた52のアルバムのうちの一つだった。アガルタは多くの批評家にデイビスの1973から1975年のバンドを記録したアルバムのうち最高のものであったと。 解雇的に評価された。ティンゲンにとって、それはミュージシャンのエレクトリックな探求の光源を表していた。バンドに絶え間ない相互作用のための余裕を与えたため、ダークメイガスよりも様々な肌合い、リズム、音色、ムードを備えた有機的で流動的な品質を示した。デイビスの電気作家、ジャック・チェンバースは、彼の他のエレクトリックアルバムのほとんどよりも、 はるかに優れていることを立証したと考えた。メイ者シャとジャック・ジョンソンのセグメントは、デイビスがコントロールを失ったと多くが考えた、音楽的な力の魔法のような集中をもたらしたとチェンバースは書いた。1970年代のコンサートレコーディングを帰り見て、J.D. コンシダインは、アガルタの大胆に工作する指摘で、催眠的で耳障りな音楽が時間の経過に最も、 絶えたと主張した。デイビスのワウワウの使用は、かつては実験の失敗として、頻繁に否定されたが、リチャード・クックとブライアン・モートンは、ペンギン・ジャズ・ガイドに、エフェクト・ペダルは、実際には、彼がアルバムで驚くほど、冒険的な演奏を達成するのを助け、調和的な性的ラインで道引きを作り出し、マイルスが、シングルノートで巨大なメリスマ的変奏を構成する。 ことを可能にしたと書いた。クックは、それを、デイビスの最高の作品の中でも、ビッチェズブリューで探求し始めた音楽の頂点とした。彼の見解では、雄大なサウンドと規模を有するだけでなく、アガルタは、偉大なバンドレコードであり、デイビスは、たとえ細部を伝えるだけの貢献であったとしても、メンバーから並外れたパフォーマンスを引き出すきっかけを、与えた。ロバート・クリストガウは、 ジャック・ジョンソン以来の最高の音楽とそれを見ていた。怒り、分断され、ファンキーなレコードは、セプテッドのビルトオーソ的なパフォーマンス、とりわけ、ホスターの、天真爛漫なチョップショート・フォーチュンの、木管楽器演奏の上に築かれており、彼は、この10年のデイビスのアルバムの中で最高とみなした。ヘンリー・カイザーは、アガルタを、ジャズのエレクトリック時代の最高の、 アンサンブルパフォーマンスと呼び、ミュージックハウンドに執筆したスティーブ・ホルチェは、砕ける美の瞬間と魂を引き裂く熱情を刻むために、アルバムのヒーローたちを指揮するデイビスと評した。1970年代半ば、当時、キリマンジャロの娘や、インガサイレント・エイのムーディーなサウンドの広がりに、思い入れを抱いていたファンは、アガルタの電子火災旋風に適応するのに難儀した。 デイビス氏が両足の骨折と骨疾患の治療を受けている間、新しい世代のリスナーとミュージシャンは70年代の最後のバンドが録音した耳障りな音楽にインスパイアされていた。ロバート・パーマー・デイビスのあまり知られていないレコードの一つにもかかわらず、アガルタはギタリストのロバート・クワイニア、トム・バーレインらイギリスのジャズ、ニューウェーブ、 パンクロックのアーティストに影響を与えた彼のキャリアの期間に属していた。それは、聖地な楽器法や構成ではなく、カタルシスを与える演奏に焦点を当てる世代のミュージシャンに影響を与えた。クワインは、特に、コージーのエレクトリックギターのサウンドに魅了された。1977年に、クワインのボイドイズとのパフォーマンスに立ち会ったバングスは、彼は、アガルタから盗んでいる。 そして、それを使っている。と主張した。他の超実家は、コージーのこのアルバムでの演奏の質と独創性を後に、賞賛し、ギターの熟達とコントラストの基準として見ている。ダウンビートの批評家、ビル・ミルコースキーは、病気ギター奏法派を丸々大量に生み出した彼の、散漫なスタイルを評価し、ホスター、ヘンダーソン、そして、 ルーカスのシンコペーションされたグルーブの組み合わせは、スティーブ・コールマンとグレッグ・オスビーの M ベースの実験20年先行したと述べた。ティンゲンは、コージーのソロが驚くほど、啓発的で、時代に先んじていたと数十年後聞こえることを発見した。時にうなり、檻に入れられた虎のように四隅を走り回り、時に鳥のように舞い上がり、時にひどく抽象的で、 時にエレガントに戦術的で優しく、彼のエレクトリックギターのコンセプトは、この楽器で最もオリジナルな考案の一つである。クリストガウの見解では、彼がサイド1の後半のために作ったノイズは、ジャズ、ロックの文脈で、これまで聞かれた、最も偉大なフリーインプロビゼーションの一部を成している。ニコルソンによれば、アガルタや、トニー・ウィリアムス・ライフタイムの、エマーチェンシー。 をはじめとする、その他のジャズロックの録音は、このジャンルが全く新しい音楽言語、それまでに先立つ、あらゆるサウンドや監修とは全く別物の、完全に独立したジャンルへ向かって進んでいたことを示唆した。この展開は1980年代のジャズの商業化に伴い衰退したのだが、アガルタは1990年代を通して、とりわけエクスペリメンタルロックのジャンルのアーティストに、 重要かつ影響力のあるレコードとして残った、と彼は述べた。オンザコーナーと共に、ビースティ・ボーイズの1994年のヒップホップ、アルバム、エル・コミュニケーションにも大きな影響を与えた。1998年、作曲家でバンドリーダーのデイビッド・サンフォードは、プリンストン大学で創作の博士課程の学生として、アガルタに関する学位論文を完成させた。 その中で彼は、このアルバムは、ジャズが、それ自身を進化あるいは現代化するために、どのように様々な外部の影響を活用したかを、証明したと論じた。数年後のインタビューでサンフォードは、それは、ジャズの終焉であり、それ以来他のほとんどの音楽が探求していない、ところへ行った重要な作品だったと発言した。オールミュージック・ジャズ・ガイドで、トム・ジュリックは、 このアルバムは議論の余地なく、これまでで最も偉大なエレクトリックファンクロックジャズのレコードと評価し、録音された音楽の基盤として、アガルタに及ぶものはないと断言した。クレジットの内容、順序はアルバムのジャケット表記による。北米版、ありがとうございます。